日は抜けるような青空とやや強めの風が吹いていて、たこ揚げ大会にふさわしいお天気でした。おはようございます。開会式の前からたこのデザインの審査が始まりました。今年の干支が犬だったことを思い出しました。これが彦一タコという丸い尾翼に糸が一本だけのタコで、40年ほど前に千葉県の歯医者さんが作ったタコです。6000m以上も上がるんだそうですよ。他の周囲のタコも元気よく空を駆け回っています。あれ、なんだろう。会場の片隅に長い行列ができています。前菜の無料サービスでした。私もいただきました。会場では大きなゼッケンが元気よく動き回っています。会場は大勢の親子でますます活気が溢れていきます。今年も穏やかで平和な一年になることを祈りながら会場を後にしました。